モードでは HDR 画像を読み込んで環境に設定することができますが、設定した状態をそのまま環境プリセットとして保存する方法をご紹介します。まずは HDR の画像を読み込んでみます。画像タブ、クリップの追加、画像の読み込み、こちらから HDR の画像を読み込みます。 こういった画像を読み込んでみます。読み込んだ画像をシェーダーツリーのエンバイロメント、この中にドラッグして追加します。このような感じですね。そうすると自動的に画像が環境としてマッピングされるようになります。この時読み込んだ画像がこういった パノラマ状態になっている画像であれば、テクスチャーレイヤーのプロジェクションのタイプ、こちらは Q にして、投影軸は Y に設定しておきます。極座標変換されているような画像であれば、プロジェクションのタイプを Q ではなく、ライトプローブ、こちらのタイプに設定するようにしてください。では試しに。 t ポットを配置して写り込みを確認してみましょう。モデルパレットからプリミティブの9のところを長押しすると楕円体になりますので、ここでシフトキーを押しながら、この楕円体のところのアイコンをクリックすると t ポットが自動的に配置されるようになります。t ポットというマテリアルをつけておきましょう。 マテリアル反射のところからスペキュラーを100%ラフネスの値を0%にしておくと鏡面反射、鏡のような映り込みというのを確認できるようになります今ティーポットに配置した環境が映り込んでいるのが確認できるかと思います こういった感じで問題なければ、こちらの設定をプリセットとして保存します。ですが、まず、プリセット用のサムネイルというのを用意しようと思います。サムネイルを用意するには、まず、わかりやすいようにパノラマ画像をレンダリングします。で,では、もうこの確認用のメッシュは必要ないので、このティーポットは削除します。 空のメッシュレイヤーも削除しておきましょうで。ここでカメラを選択し、プロジェクションタイプをパースペクティブ、こちらから球面マップへと変更しておきます。同時にこのカメラのトランスフォーム、これもすべてリセットしておきます。ではこの状態でレンダリングを行ってみましょう。 このような感じにレンダリングが行われます。これがサムネイル用の画像となります。この画像の用意ができたら、アイテムリストから、このカメラとライト、これはもう必要ありませんので、こちら2つ削除してしまいましょう。シーンの中にテクスチャーグループ、これのみが残っている状態にします。 この状態でファイルメニューから環境プリセットの保存。こちらを実行してコンテンツフォルダーのアセットのエンバイロメント。この中にプリセットファイルを保存しておきましょう。プリセットという名前に仮にしておきます。 レンダープリセットブラウザー、ここからアセット、先ほど保存したエンバイロメントのフォルダを見てみると、新たにプリセットが一つ登録されているのがわかります。プリセットが登録されたら、このサムネイル上を右クリックし、最終レンダリングでアイコンを置換。これを実行します。そうすると、先ほどレンダリングした画像がサムネイルとして適用されるようになり、 一目でどの HDR を設定したプリセットなのかというのが把握できるようになります。では、ファイルメニュー。新規。これで新たなシーンを作成し、保存した環境プリセットをダブルクリックで読み込んでみます。確認用にもう一度メッシュを配置してみましょう。先ほどと同じように。 シフトキーを押しながら楕円体のアイコン、こちらをクリックするとティーポットがシーンに追加されます。スペキュラーの量を100、ラフネスを0%にしてみると、綺麗に環境が映り込んでいるのが確認できるかと思います。 このような処理を行っておくことで HDR 画像をいちいち設定する必要がなくなりますので環境プリセットとして保存しておくと大変便利に使い回すことができるようになります。